サルメテロールは、軽度の長時間作動型で吸入で用いる、ベータにアドレナリン受容体刺激剤の一種であり、全息と慢性閉塞性肺疾患の治療のために処方される。最近では、定量噴霧式吸入器または、ドライパウダー吸入器によって利用可能である。長時間にわたって作用が持続する、気管資格調剤であり、通常は、重症持続型全息へのみ処方される。 フルチカゾン、ブデソニド、ベクロメタゾンなどの副人皮質ステロイド剤とセットで定期的に使用することが推奨されており、常用されたサルメテロールは全速発作の頻度と症状の重さを低減する。短時間作用性、β に刺激剤であるサルブタモールの作用持続時間が4から6時間なのに対して、サルメテロールはおよそ12時間持続する。ただし、 サルメテロールは、吸入から効果発現までに時間がかかる。気管主拡調作用が持続するため、特に夜間や早朝の症状のある患者に適している。吸入から効果発現まで時間がかかるため、すでに発生している、全速発作の軽減には用いられない。低用量吸入ステイロイド剤に十分に応答しない患者には、ステロイド剤の容量をさらに増やすよりも、 サルメテロールなどの長時間作用性、ベータに刺激剤を併用した方が効果的である。世界全速指針のガイドラインでは、全速をコントロールするために、コントローラー投薬治療が必要とされ、第一選択肢は低用量吸入ステロイド剤で、あるが、それより、上の程度からは、低用量吸入ステロイド剤と長時間作用性、ベータに刺激剤の併用が推奨されている。 2007年に日本でも吸入ステイロイド剤フルチカゾンとサルメテロールの合剤吸入薬が承認された。吸入されたサルメテロールは他のベータに刺激薬と同様に軌道内のひらな目筋を弛緩させることによって気管支拡張を引き起こし全息の悪化を防ぐ。比較的長時間にわたって効果が持続する理由は比較的使用性の高いサルメテロールが吸入時に 肺胞の細胞の細胞膜へと拡散し、その後ゆっくりと離れて、細胞外へ戻り、そこで、β にアドレナリン受容体と接触することによる。現在利用可能な軽度の長時間作動型で、吸入で用いる、β にアドレナリン受容体刺激薬は、サルメテロール、ホルモテロール、バンブテロール、および蛍光アルブテロールの持続処方がある。ホルモテロールは、新油性が、 より低いために、サルメテロールより早く作用が到来し、効き目も強い、ホルモテロール12マイクログラムの投与は、サルメテロール50マイクログラムの投与と同等である、ことが立証されている。しかし、ベータ2需要体への選択性は、サルメテロールの方が高い。2016年現在、日本で承認されている、サルメテロール以外の長時間作用性ベータ刺激薬は、蛍光フォルモテロール、 吸入ホルモテロール、吸入インダカテロール、吸入ビランテロールがある。2005年11月アメリカ食品医薬品局は長時間作用性、ベータにアドレナリン受容体刺激剤の使用が重篤全息の悪化と全息関連死のリスクの増大に関係していると発表した。ラバ吸入薬の使用は今も 全速ガイドラインで症状コントロールの改善を起こすために推奨されているけれども別の心配が持ち上がっている。33,826人の患者への19の試験からプールされた結果の大規模なメタ分析によるとサルメテロールは全速死の小さなリスクを増大させこの追加リスクは吸入ステイロイド剤の追加使用では減少しない。これは サルメテロールやフォルモテロールなどのラバが全息の症状をリリーフするけれども同時に警告なしに気管支の炎症と過敏性を促進するために起こると考えられている。FDA は全息の治療においてセレベントディスカスは低容量中容量の吸入副腎皮質ステロイド剤などの他の全息コントローラーによる投薬治療に適切な応答をしなかった患者にのみ 追加治療として用いられるよう勧告している。セレベントディスカスサルメテロールは1980年代にグラックススミスクライン社によって販売、製造され、1990年にセレベントとしてリリースされた。製造はアレンハンベリーズからライセンスを受けて行われている。日本においてサルメテロールは吸入剤としてセレベントの商品名で、 キシナホサンサルメテロールを主成分としてグラクススミスクラインより発売されている。セレベントは2006年時点の日本では唯一の長時間作用性吸入ベータに刺激薬に分類される薬剤で日本での適応疾患は気管支喘息慢性閉塞性肺疾患の症状の寛解である。ぜ息患者が使用する場合には 必ず抗炎症薬である吸入ステイロイド薬等と併用することが必要であり、全速予防、管理ガイドラインにおいても吸入ステイロイド薬との併用が推奨されている。25ロタディスク50ロタディスク50ディスカスの3、在形があり、吸入方法が容易な50ディスカスが広く普及している。ロタディスクは円盤状の包装であり、ディスクヘラーにセットして、 針で包装を先行してからパウダーを吸入する。ディスカスはレバーを引くと容器内部で一定量のパウダーが送り出され、それを吸入する。容器の色はいずれのタイプの吸入器でも緑色である。セレタイドのディスカスサルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオン酸エステルは、気管自然則や慢性閉塞性肺疾患の治療に用いられる配合剤。 GSK が日本でアドやドイツ以外の EU 諸国でセレタイド等の商品名で販売している。いずれも容器は紫色。ありがとうございます。